皆さん、はじめまして、同志社大学の小原です。で今日はですね、近代日本における政治と宗教ということで、特に無教会主義を視野に入れて少しお話をしたいと思います。で皆さんはですね、このクラスで柳原忠男のですね、テキストを、読んでこられたということで、その何て言うかな、こう背景になるようなことを、今日はですね、少し話していきたいと思います。で、あらかじめ申し上げておきますと、私は必ずしも柳原のですね、専門家ではありません。場合によっても皆さんの方がですね、細かく知っているところがあるかもしれません。で、私も、柳原とかですね、無教会の主な人の、著作を、つまみ食いというか、重要なテキストは読んできてはいるんですけども、必ずしもそれを体系的にですね、押さえているわけではありませんので、場合によってはですね、聞かれてもわからないことがたくさんあるかもしれませんが、しかし、後にですね、いろんなこうディスカッションしたいと思います。で今日、私が皆さんと共にですね、こう考えていきたいのは、柳原のですね、立ち位置の問題です。でそれは結局その時代的な文脈とですね、非常に大きな関係があるわけですけども、柳原という人が例えば無教会主義のですね、運動の中で、どのようなですね、立ち位置だったのか。実は彼が生きた時代にはですね、無教会の中でさまざまなやっぱりグループ間のこう葛藤があったんですね、そして場合によっては分裂がありました。でその中で柳原がどうであったのかということを、そして、そのさらに手前の部分もですね、今日は触れたいんですが、主に前半では、柳原が、こう生きた時代のですね、前史といいますか、そして当然その背景になっていくんですけども、近代日本のですね、政教関係です。でそこに、キリスト教がですね、位置づけられていくんですけども、もちろんこの、無教会主義のキリスト教だけではなくて、キリスト教全体が、さらに言うならば、仏教も神道も他のですね、いわゆる新宗教というものも、大きな日本のですね、近代的な政教関係の中に、位置づけられて、いきます。ですから時代のですね、そういう大きな文脈をある程度ですね、理解しなければですね、柳原のテキストだけ見てもですね、結局そのコンテキストを理解せずに、テキストをですね、見てしまうっていう、場合によってはそれ誤読する可能性もありますよね。ですから今日ですね、私は柳原自身についての細かい話をするつもりはありません。それは私のですね、専門外ですので、するつもりはないんですけれども、柳原を理解していく上で、先ほど言いましたように柳原をですね、歴史的な文脈で、位置づけていく上で、重要なことをですね、かいつまんでお話をしていきたいと思います。で前半はですね、まさにその近代日本における政治と宗教の関係なんですけれども、言うまでもなくですね、文明開化によって日本はこの掛け声とともにですね、大きな転換期を迎えていきます。そして、当時ですね、すでにもう西洋列強の足跡というのはですね、刻々と迫ってきておりましたので、それにですね、どう対峙したらいいのかということが、明治政府の大きな課題であったわけです。当然一方ではですね、近代的な技術あるいは科学をですね、摂取しよう、そういうことに対して非常に貪欲でありました。他方ですね、やはり日本が、政府がですね、あるいは知識人たちが、警戒したことの一つは、西洋がですね、もたらす単に物質的な利便性、利益性だけ、便利さだけではなくてですね、その精神的な部分をどう選択的に受容できるかということで、だいぶこれ考えたんですね。例えばその中にですね、おのずと忍び込んでくる、キリスト教的なですね、要素に対してどう防波堤をですね、構築することができるのか、これは、特に初期の頃においてですね、非常に大きな課題で、ありました。で、この近代化、さらに言うならばですね、文明化を、当時考えたわけなんですけれども、このですね、問いの中にやっぱ宗教ということは比較的重要な役割を占めてました。例えばこの明治のですね、開国以降、それまでは非常に厳しく活動制限されていました、欧米の宣教師たちがです、特にアメリカですね、アメリカからの宣教師がだんだんとこの活動をですね、活発にするようになってきたんですけれども、そこでですね、宣教師たちがですね、考えた答えというのはですね、非常にはっきりとしています。この問いに対する答えです。宗教はですね、日本が文明化していくために必要なのかどうか、これはかなりのですね、ほとんどの宣教師たちがこう答えるわけです。当然それはイエスなんですね。なぜか西洋
ヨーロッパは見ろ、アメリカは見ろ、そうですね、非常に高度なですね文明を築き上げた世界においてはですね、宗教がですねその中核にあるじゃないか、具体的にはキリスト教ということです。ですからキリスト教という宗教なしにですね文明化を成し遂げることはできない。もし日本がですね本当に文明化を遂げたいとするならば、その精神的中核であるところのキリスト教もですね受け入れるべきだというのが宣教師たちのですね一つのメッセージだったわけです。ところが当時の知識人たちはですね、もちろんそういう考え方ばかりではありません。日本にはですね宣教師以外にもさまざまな欧米の知識人が入ってきましたけれども、日本はですねある種の実験場だったわけです。文明化にとって宗教がですね、果たして必要なのかどうかということを試すですねある種の試験場のような役割を果たしました。そして、日本人であったとして日本人の中にもですね、そして、欧米知識人の中に、日本在住の欧米知識人の中にも、日本は、そのキリスト教なしにでもですね文明化を成し遂げることができるということをだんだんとこう、なんていうかな、体験的に、こうなんていうかな、そのような主張ですねできるようになってきました。ですから必ずしもですねキリスト教によらずとも日本はですね文明化を成し遂げることができる、その道をですね模索すべきだというですね考え方も同時にあったわけです。で、ここではですね、広い意味での文明論ですけども、文明というものが築き上げられていく上で宗教がどういう役割を果たしていくのか、これはこの初期、明治初期においてもですね、大きく2つの考え方があったということです。では日本政府はですねこの点に関してどう考えたのか、これは非常にはっきりとしていまして、明治がですねという時代が新時代が始まってから、すぐにですね、これはもう今こういう言葉でまとめていいと思うんですけども、新党国教化政策というふうにですね言っていいような、宗教政策をですねはっきりと打ち出します。これは、日本がですね、西洋文明にきちんと対峙していくためにはですね、日本は日本独自の、足場をですねしっかりと固めなければいけないということですよ。それは何なのかというと、最も古いですね、伝統を持つそれは神道であって、これまで忘れられてきた、神道をですねもう一度復権させて、その土台の上にですね我が国は新たな国づくりをすべきだというですね、こういう形で神道を国教に据える政策がですね1868年からですね始まりました。これは神技館の復興とかですね、いろんな具体的な政策を伴ったわけなんですけれども、ここにね少しそれを簡単に記しておきましたが、1867年にはですね、これも古く忘れられていた、この神技館ですね、そういう制度が復興されて、神道を中心とする、再生一致の国家形成を目指していきます。それと同時にですね、それまで必ずしも日本のですね政治の中心とは言えなかった天皇の位置づけをですねより明確化、中心的なものにですねしていきます。そもそもですね、19世紀の前半ぐらいまで天皇という言葉自体がですね日本の中ではそもそも知られていませんでした。ほぼ900年ぐらいそうなんですね。一般的に院という言葉で、言われてですね、天皇のこの連続性自体が、一般の人にはほとんど意味がなかったというか知られていませんでした。例えば皆さんが知っているですね南北朝時代の、後醍醐天皇、今だったらですね日本史で後醍醐天皇とかの言い方をしますけども、当時はですね後醍醐院です。ただの天皇って言い方しないんですね。ですから900年ぐらいはもう天皇という言葉自体がですね存在しなかったんですけども、それをですねこの時代に、この時代ちょっと前ですけども、それを復活させて、あたかもですね古代の古の時代からですね明治の時代に至るまで天皇という天皇がですねずっとこう、脈々とですね日本の歴史のですね中心をこう担ってきたようなですねものをやっぱ作り上げていくわけです。で、1868年、こういったですね神道中心の国づくりのために、それまでつまり江戸時代まではですね神道と仏教というのはですね非常にこう持ちつ持たれつの関係でしたから、どこからどこまでが神道でどこから先が仏教なのかって言われてもですねよくわからないぐらいに両者はですね密着していたような関係なんですね。ところがそれでは神道の純粋性、つまりここで求められるのは純粋性です。天皇を中心とするその純粋性が担保されないので、そういうですね癒着のような神仏関係をきちんとこの時にですね整理して分離しましょうというですね法令が68年に出されました。
で、このですね、神仏分離令というのは、まあ、短期的であったんですけども非常に大きなですねインパクトを、日本社会、特にまあこの関西にもですね、及ぼしたわけです。これはこれに続きですね、廃仏毀釈という、まあ、運動が関西一円でもそれから日本のですねいろんなところで起こるんですけれども、神道がですねもう一番だ、そして仏教は分離せろということで、例えば仏像の破壊とかですね、お寺のこう、なんて言いますか破壊運動のみたいなものがこう起こるんですよね。でそれで、まあ、仏教側はですね非常に大きなダメージを、受けます。ところが、それに対する反発も非常にこう強かったために、先ほど言いました神道国教政策というのはですね基本的には3年で役割を終えます。やはり純粋に神道だけでやっていくというのは難しいということを明治政府はかなり早い時期に、これ悟るんですね。ですから、当時ですね知識人の多くはやっぱり仏教界にいたということと、民衆の心をですねしっかりと、捉えるためにはですね仏教の側もやっぱり抱き込んでいかなければうまくいかないということに、思い至ってですね、この、3年のなんていうかなその神道を中心とした政策がなされ刊行されたんですけども、後にはですね仏教界の、人たちも巻き込む形で、新たなですね、宗教政策を設定していくことになります。で、そこはちょっともう、細かく話すとですね時間が足りませんのでちょっとスキップしまして、ちょっと重要なところだけですねもう一点指摘しておきたいと思います。でこれはですね、神道と国家神道との関係なんですが、この後にですね触れる無教会そして近代日本と戦争ということを考えるときにですね、国家神道の、を理解するということは非常に重要なんですが、1882年に内務省の通達によってですね神社は宗教ではないというふうにされました。ですからそれまでですねやっていたようなさまざまな儀礼をですね、神社ではもうする必要がないっていうふうなことにもなりまして、これ一般今ではですね神社非宗教論というふうに言われるんですが、これはもう宗教ではないということでですねもう宗教を超えた宗教、もうメタリリジョンみたいな感じですね、一般的なもう宗教ではなくですねそれよりはるかに上位にあるものとしてこれはあなたが仏教を信じていようがキリスト教徒であろうが何を信じていようが、ここで言われているですね、もはや宗教ではない神社はですね、全ての国民をですね、このカバーする存在となっていく、わけです。で、国家神道のですね、早い意味での成立時期っていうのはこの頃に求めることができます。厳密にですね、どこで成立したのかっていうのは実は、学問的にも争点になっているところなんですけども、大体ですね、この時期に法があったっていうことは、多くのですね、了解がされています。で国家神道は何かということに関してはですね、さまざまな本が出されていますので、より関心がある方はですねそういうものも手に取っていただきたいんですが、一つだけ比較的読みやすくって最近出たものを紹介しておきますと、これは東大のですね宗教学の先生で島園進先生という方がおられまして、彼がですね、2010年に出した、岩波新書の一冊、国家神道と日本人という中でですね、これまでの論争点をまとめ、そして島園先生なりの視点でですね、国家神道とは何かということをまとめています。これは私にとってはですね、非常に分かりやすく、また皆さんにもお勧めできるものですのでです。それをちょっと元に説明したいんですけども、これはおそらく多くの人がですね、確かにそうだなというふうに納得できる一つの見取り図なんですが、国家神道というのはですね、やっぱりいくつかの層によってなっています。で中心にはですね先ほど言いました古来から受け継がれてきたですね、神社神道があって、これがですね先ほどのようにこれはもう宗教ではないというふうにですねちょっと格上げされたわけですけども、それと同時にですねこの神社といいますか神道そのものにはですね教義のようなものがはっきりとした形ではありません。これがキリスト教とかあるいは仏教とのかなり大きな違いなんですね。ですからある種のイデオロギーによって国民をですね一つの方向に動員するという力においてはですねやっぱり神社というのはちょっと弱いんですね。これは気づいているわけです。ですからそれを補完するような形で、国体思想
のようなものがですね、これは国体、まあ、思想、国体イデオロギーのようなものが、作られていきましたし、そこには宗教家だけではなくって、さまざまな思想家、哲学者もですね、参画していくわけです。そして、それとはですね、まあ、また別の形で、一般の人にはですね、ほとんど、関係ないかもしれませんけれども、皇室神道というものがですね、この時期やはり同じように復権されていきます。そして、万世一系のですね、天皇というそのイメージを作り出していったりとか、それから大城祭とかですね、いろんなこの皇室に関わるようなお祭りが、この時期にですね、きちんと定められて、そして、この明治時代における、祝日のですね、基本形を与えることになります。今はですね、いろんな祝日っていうのは明治の時代からですね、名前を変えられて、残っていますけれども、明治期にはですね、大体皇室神道におけるさまざまなお祭りというものがですね、国民生活にもですね、間接的に影響を与えて、いました。で、ちょっと時代をですね、先走って紹介しますと、こういったですね、一体となってこういったいくつかの層が一体となった国家神道の仕組みというものが、1945年、日本のですね、敗戦とともに、そしてその直後にですね、出された、神道指令というですね、神道を解体するような命令が、これは GHQ からこれ出されたんですね。ですから、戦後の日本にはこういうものはですね、もはや残っていないと、一旦そこで GHQ によって解体されたんだからないというふうに、一般的には思われているんですけども、この一部はですね、もちろん今に残っているわけです。ですから45年以前と以降とで何か時代がガラッと変わってしまったわけでは必ずしもなくって、例えばここで言われている皇室神道というのはですね、ほとんど形を変えずに戦前のものが戦後にもですね、引き継がれています。ですから、国家神道がですね、本当にそのきれいさっぱりですね、戦後なくなったのかというと、そうはですね、簡単にやっぱ言えない、そういう連続性と、断続面ですね、その両方をやっぱり見ておいていただきたいと思います。いずれにしてもこういう、この神道ということにですね、このことを理解するだけでも近代日本においていわゆる宗教性と政治というものがですね、一体不可分の形で、パブリックな場でですね、機能していたということですね。で、この辺りはもう言うまでもありませんが、1889年にですね、大日本帝国憲法が発布されまして、そして憲法28条でですね、信教の自由が、規定されます。日本臣民は安寧秩序を妨げず、及び臣民たるの義務に背かざる限りにおいて信教の自由を有すという、文言ですね、これ皆さんもどこかで学ばれたことが、あると思います。で、これはですね、いわゆる条件付き の信教の自由であったわけなんですが、それでもですね、これやっぱり入れないといけなかったんですよ。これ入れないとですね、結局その欧米の国々がですね、日本を一人前の国として認めてもらえないんですね。ですからこの条文っていうのは日本のですね、社会の、内発的な要請から生まれてきたというよりかはですね、外圧によるものです。例えば不平等条約、さまざまなですね、通商上の不平等条約をちゃんと廃してですね、対等な関係で、付き合いしたければですね、信教の自由をきちんと守れと、それをまた憲法によって明示しろというのがですね、当時の欧米の国々からの、要請であり、またプレッシャーであったわけですね。これは当時の日本人からすればですね、はっきりとよくわからんことです。しかし、欧米がやってるんだったら我が国もですね、やらざるを得ないだろうという感じでおそらく入れたんではないかなと思いますが、いずれにしてもこれ条件付きで、じゃあこの条件がですね、一体何なのか、ここは憲法にはですね、はっきりとは規定されていません。しかしそれはですね、実はすぐその数年後にですね、明らかになりました。この翌年ですね、教育勅語が発布されて、さらにその翌年1891年にですね、有名な内村鑑三の不敬事件というものが起こります。これは内村がですね、学校で勤めていた学校で、この教育勅語がですね、発布されて、その拝読式があったんですね。そして天皇の親書、直筆のですね、親書があって、そこに敬礼、再敬礼をですね、しなければならなかったところを、内村はですね、ためらってしまったわけです。天皇に対して自分がこう再敬礼するっていうことのですね、なんかやっぱりためらいがあってですね、結局しなかったということを
後にですね、非常に大きく批判されることになります。ですからここで、信教の自由というものはですね、もちろん許されているわけですが、どういう意味で条件付きかというと、ここで一つ証明されるわけですね。つまり天皇に対する忠誠心というものを示す限りにおいては、あなたは何を信じてもいい、そうはっきり言われているわけです。ところがそこのですね、重要な前提、つまり天皇に対する忠誠をですね、示さなければあなたの信仰の自由はないですよということです。これを図らずもですね、明らかにしたのがこの事件です。で、ここからですね、まさにキリスト教の立ち位置、当時のですね、社会におけるマッピングがですね、徐々に明らかになっていきます。まあ、内村鑑三がですね、1891年不敬事件を起こし、それにですね、すぐさま噛みついた人物がいました。これが当時ですね、東京帝国大学の哲学の教授であったですね、井上哲次郎という人物です。彼はまあ当時ですね、非常に有名な人物で、単にその大学の哲学教授というだけではなくって、先ほど言いました国体思想ですよね、国家イデオロギーをですね、さまざまな形で作り上げていく中心的なですね、イデオローグであったわけです。でこの井上哲次郎がですね、まさにこれこそ何て言うかな、このキリスト教をとっちめるですね、チャンスだとばかりにですね、内村に対してですね、非常に挑発的な、論争を仕掛けていきます。実はこの時期の内村っていうのはですね、社会的にはバッシングを受け、妻も失いですね、もう本当疲労困憊して、立てないような状況だったんですね。で彼がもう病床に伏している間にいつの間にかですね、自分が書いたものではないのにですね、内村っていう名前で勝手に何かが書かれていたりとかですね、そういうもうとんでもない、状況になってたんですけども、後にですね、教育と宗教の衝突論争と呼ばれるものがですね、これをきっかけに起こっていきます。でここで言うですね、教育っていうのはもちろん一般的な公教育のことであり、当時のですね、明治政府からするならば、教育、公教育を通じてまさにその、天皇の大切さとかですね、それから国体思想をやはりこれから普及していこうっていう、そういう時期でありましたから、教育っていうのはやっぱ非常に重要な役割を、近代化の中でですね、果たして、いました。でそれとですね、宗教がどういうふうなこの関係を持つのかっていう、ことです。で、これをですね、ここでまあ一応教育と宗教の衝突論争というふうに一般化して呼んでるんですけども、よりですね、その、具体的に、もう少し狭く表現するならば、ここの教育に対応するのが国家です。宗教に対応するのがキリスト教です。漠然とですね、教育と宗教の論争をしているわけじゃなくって、国家とキリスト教というのはですね、これは、よくよく考えないといけないですね、問題を含んでるよというのがですね、井上哲次郎の、言い分だったわけですね。で、非常に長いですね、やり取りがあるんですけども、その一部ですね、非常に分かりやすいものを一つだけ紹介しておきます。1893年にですね、井上によって表された、教育と宗教の、衝突という、書物の中にですね、こういう表現があります。従来論述せるがごとく、耶稣教の東洋の教えに異なる要素は4種なり、東洋の教えというのはいわゆる日本的なものですよね、そういうものを含意してますけども、違うのはこの4つだというわけです。第一に国家を主とせず、第二に忠厚を重んぜず、第三、重きを出世権において世間を軽んず、第四、その博愛は牧師の兼愛のごとく無差別の愛なり。これはですね、井上からのキリスト教批判なんですけども、半分当たってますね、当たってます、半分ぐらいはですね。で、国家を主とせず、つまりキリスト教の場合にはですね、国家という権威よりもさらにその上にですね、神の権威を置くわけですよ。これはけしからんということです。井上からするならば、国家こそが至上の権威であってですね、それ以上のものを置くということ自体がまず第一のけしからんという点です。そして、中高とか、出世権、この第3番目あたりはですね、ちょっと解釈の仕方によって違いますけども、第4番目のですね、特別のですね、人間に対する中高の親愛の情を示すというかですね、この無差別の愛、これキリスト教でよくアガペとか言いますけども、そういう無差別の愛でもってですね、やるので、これもやっぱけしからんということですね。ですからこういう形で、井上の結論はこうです。
こういうですね、けしからん要素を持ってるキリスト教がですね、公的な場で、とかくですね、ものを言うことはやっぱり慎むべきであろうというですね、そういうことですね。そして一番のですね、例として内村の不敬事件を前提にしているわけです。で、今まで言ったこと、お話ししきましたことをちょっと簡単にですね、まとめると、このようになると思います。ここはですね、なかなか、スッと腑に落ちると、いいんですけども、ここがですね、分かるかどうかで、なんていうかな、時代のつかみ方が変わってくるんですけども、つまりね、政教分離とは何かっていうことなんですね、日本において。これは非常に難しい問題を実は含んでいます。政教分離というと、単純にですね、政治と宗教を分けたらいいんでしょっていうふうに、考えるんですけども、その解釈とかですね、適用の仕方っていうのは実は国によってだいぶ違います。これはすごく違うんですね。例えばアメリカ型の政教分離とフランス型の政教分離とではですね、宗教の社会における位置づけ方がですね、だいぶこれ違います。 ですから、その同じくですね、政教分離といってもそれによって何を意味しているかということをですね、よくやっぱ考えていく必要がありますし、このですね、近代日本における政教分離をですね、私はとりあえずこういうふうに、整理したんですけども、政教分離がですね、どのような、モデルタイプで持つにしてもですね、共通したですね、前提、枠組みがあります。これは何かというと、私的領域と公的領域の分離なんですよ。で、これがどこに由来しているかというのはね、話すと長くなるのでちょっとここでは割愛しますが、やっぱり西洋史の、関係があるんですが、いずれにしてもですね、私的領域と公的領域を分けて、あなたのですね、心の中で何を思っても構わないと、どんな荒唐無稽なことをですね、信じても構いません。ところが、それをですね、公の場には持ち出さないでくださいっていう形で、一応私的な領域と公的領域を分けるっていうですね、そういう考え方があるんですね。で、例えばこれフランス型でも、特にアメリカ型が強いかもしれませんが、分けることによってですね、何をしたいかっていうと、結局国家が宗教、つまり例えば国家がですね、個人の内面的なものに干渉してくることを避ける、そして宗教が、その力を利用して、国家に介入してくることを避ける、そうですね、お互いの干渉を最大限避けることによって、社会のですね、秩序や、平和をですね、維持していくこと、これが、政教分離のですね、元来の目的であったわけです。ですから、相互の不干渉、そして結果的にですね、相互の、自立性とか独立性をですね、尊重するということの中で、結果的にそれぞれの人が自分が何を信じてもですね、人からとやかく言われないと、そういうですね、信教の自由や、そして、さらにはですね、表現の自由、集会の自由というものをですね、担保していこうというこの仕組みが、ここにはあるんですけども、日本の場合にはですね、そういう相互不干渉というですね、意味でこの私的公的のですね、領域が分離していたわけではありません。そうではなくてですね、私が考えるこの日本のですね、政教関係の特徴っていうのは、むしろこの両者がですね、相互補完的な関係にあったということです。分離ではなくてですね、むしろお互いが支え合うようなですね、癒着構造に、ありました。ですから、その上位にあるですね、公的領域の中には、これ国民道徳がですね、あります。教育直後に代表されるようなですね、国民道徳、そして、そのですね、儀礼的な部分は国家神道が、担うわけなんですけれども、これはもう日本国民であればですね、もう誰もが守らなければならないですね、当然のルールです。もう言うまでもないと、クリスチャンであろうがですね、何であろうが、これはですね、国民道徳なんだから守ってくださいというですね、公的な領域と、それに付随するですね、ルールがあります。で、それに対して、私的領域にはですね、仏教やキリスト教やですね、あるいはその、教派神道と言われるようなですね、神社神道とはちょっと分かれたような新しい神道系の宗教なども全部ここに含まれるんですが、ここでですね、もちろん何を信じてもいいんですけども、信教の自由は保障されているんですが、やはり国家イデオロギー、さらにそれ先に進めていくならば、天皇へのですね、忠誠というものを守る限りにおいて活動が許されるわけです。そしてそれをできれば積極的にですね、支えることをですね、求められるんですね。
いかに天皇に対する忠誠を尽くし国家の秩序のですね、維持のために努めるかという、つまり公的領域との距離感によって宗教の価値は測られるということです。そういう意味でこの両者の関係はですね、分離されているというよりかはですね、相互に、このまあ補完し合うようなですね、まあ、そういう関係を、まあ、特にこの近代日本においては見ることができるのではないかと思います。ですからその点でいうとですね、国家神道とか日本の政教関係というと、まあ、神道ばかりにですね、注目が行きがちなんですけども、実は仏教もキリスト教もですね、同じくこういった構造を下支えしていたというですね、その点は、変わりません。でここからですね、ちょっと 無教会のことに少しだけ入っていきたいんですけれども、キリスト教、日本のキリスト教はですね、大きく言うならば今言った構造の中に間違いなく組み込まれていました。しかし一部ですね、やっぱり例外的な流れがこうあるんですね。日本のキリスト教、確かにですね、決してこの時代も多くはありません。今とですね、同じかそれよりですね、少ないぐらいのですね、決して多くない人数ではあったんですけども、しかし内村に代表されるようにですね、社会的な影響力というのはそこそこありました。ところがやはり歴史を振り返ってみるとですね、やはり大枠としては国家の体制の中に取り込まれていった、その中のですね、いくつかの例外がある、その一つがですね、無教会主義の流れです。もうズバリ言うとですね、国策に従うというのはどういうことかというと、これ戦争協力です。端的に言うならば、国家が戦争するといえばですね、それを応援して、そしてそれをお支えすると、そういうことがですね、できる宗教というのは立派な宗教なんですよ。良い宗教なんです。ところが無教会の中でですね、ちょっと違うメッセージがそこでは発せられていました。それは後で見ますけども、まずちょっと前提となるですね、基本的な特徴を挙げておきたいと思います。なぜですね、この流れが無教会と呼ばれたのかということですね。で、皆さんがですね、勉強されてきた、柳原も、もちろんこの流れに入るわけなんですけども、内村の弟子2代目ですね。ですからその内村自身がどういうことを考えたのかということをですね、ここで見ておくと、柳原の思想の一部をですね、理解しやすくなると思います。でまずですね、内村鑑三が考えたというか関心を持ったのはですね、教会の儀礼的な部分とかですね、それから、既存の組織ですよね、そういうものに対して非常に否定的な感覚をですね、彼は持っていました。ですから無教会の中ではですね、通常の教会では特にプロテスタント教会ではですね、一般的である、洗礼式や聖餐式はこれ行われません。洗礼式っていうのは何かっていう言いますと、クリスチャンになるためのですね、の儀式なんですね。これ教派によってやり方は違うんですけども、水をですね、頭に当てたりとかですね、いろんなやり方によって、あなたは今からクリスチャンになるっていうですね、そういう儀式があるんですけども、無教会では基本的にそういうことをしないし、それから、パンとですね、ブドウ酒を分けるっていう聖餐式も、これは、しません。でそういうですね、普通の教会でやっているような儀礼的な部分を、拒否して、もっぱらですね、聖書の勉強会、そして、聖書の勉強会をベースにした集会の中でですね、定期的にこれ礼拝に当たるようなですね、日朝の集会などが行われたりしてきました。ですからただですね、教会的なものを全部否定しているわけではなくてですね、やはりその形骸化した部分をに対して極めて否定的であって、教会をなくせばいいというふうに考えているわけではありません。そういう意味での無ではないですね。重要な部分はそれを取り入れようとしています。それからもう一つですね、よりはっきりと現れている無教会の特徴はですね、欧米が日本にもたらしたこの教派に対する拒否感です。教派っていう考え方はですね、これを理解するのは実はなかなか大変なんですね。しかし簡単でいいので、ちょっと頭に入れてほしいんですけども、キリスト教のですね、特にプロテスタントの中にはですね、皆さんも、ちょっと聞いたことがあるようなですね、なんか種類がたくさんあるっていうのは分かると思うんですね。プロテスタントはですね、プロテスタントとして一つで確かに呼ばれることもあるんですけども、そこにはですね、ルター派、カルヴァン派、あるいはそこから発生した長老派、改革派、それからメソジストとかですね、それから
まあ、あの英国国教会とかですね、もういろんな教派が宗教改革以降こう分かれてきました。でそれが、まあ、この時期にはですね、まあ、デノミネーション、教派というふうにですね、まあ、呼ばれて、いるんですね。でアメリカからですね、宣教師がどっとやってきた時に、日本にですね、そのアメリカで存在していた教派がですね、そのまま持ち込まれました。例えば横浜でですね、日本の初めての教会ができるんですけども、そこは長老主義の教会。関西はですね、同志社がやっぱり一番、まあ一番ではないんですけども、あのその前にいたりもいるんですけども、同志社がですね、比較的あの影響力を持っていったんですが、そこではですね、改宗派と呼ばれる、宗教派がですね、中心になっていました。で日本では主にあの、まあ、長老派と改宗派がですね、まあ、関東関西でそれぞれ、拠点になったんですけれども、その他のですね、さまざまな教派も入ってきて、これはあの一定のですね、やっぱ混乱をもたらすわけですよ。キリスト教にあの自分は関心があるんだけども、そのこの教派と教派の違いっていうのはですね、アメリカでは意味があるかもしれないけど、日本人にとっては意味がないんじゃないか、そういうあの潜在的な批判っていうのはこれあったんですね。で内村はですね、こういったものを、もう俄然こう、批判します。で、これはですね、外からからもたらされたものであって、日本においてはですね、もうそういうこととは関係のないですね、その宗なんていうかな、あの、まあ、信仰のですね、グループ作りをすべきだという考え方です。ですから、まあ、教派の否定という側面がですね、結構あの特徴としては大きくあります。ただし、ちょっと考えておかなければいけないのはですね、内村自身はあのメソジストの牧師から洗礼を、受けています。やっぱその初期の頃にですね、その影響を受けてるんですね。それからあの、まあ、今日はちょっとあの特別には触れませんけども、あの内村は肝臓はですね、1918年から20年にかけて、再臨運動というものを行って、います。でこれはあの非常に短期間で終わったんですが、まあ、しかしあの内村や無教会の運動を理解する上では非常に面白い時期ではあるんですね。でその時期にはですね、内村は単独でこのことをやったんではなくって、例えばペンテコステ派と言われるようなですね、系統の中田十字とかですね、そういう人たちと非常に緊密な関係をとって、この集会をですね、まあ、行っていきました。ですからあのまああの集会を形成する上での教派ということはですね、否定するんですけども、他の教派をですね、もう別にないがしろにするということでは必ずしもないということです。はい、であのそしてですね、最後にあの強調したい点の一つがですね、愛国心とのつながりです。で実はですね、ここを理解するのが一番、まあ、手っ取り早いというかですね、今言った2つの説明はむしろここから説明し理解した方がですね、あの見えやすいと思うんですけども、日本というですね、国、これが内村にとっても、内村にとっての、あるいは無教会にとってのですね、非常に重要な文脈なんですよ。自分のですね、立ち位置なんです。ですから、そこを意識する限りにおいてはですね、なぜ欧米の教派を我々がですね、真似して引き受ける必要があるのか、ということが当然出てくるわけですよね。そして欧米で形成された様々な儀礼や組織を我々が受け入れる必要があるのか。我々はこの日本の土地で生き、そして信仰するならば、日本のですね、やり方に従って自分たちのものを作り上げていけばいいんじゃないかということになって、今最初に述べたような第1番目第2番目のですね、特徴がおのずと出てきます。ですからやっぱり日本、あ、内村にとってはですね、日本ということ、これがですね、非常に大きな意味を持っていますし、それがあの無教会の群れにですね、あの大きな影響を及ぼしていきます。であの内村のですね、著作の中で、まあ、彼のですね、思想を、まあ、よく代弁するキーワードとしてですね、2つの J というようなことが言われます。これはジーザス&ジャパンということで、2つの J、 これどっちが大事だということを言わないんですよ。どっちも大事なんです、内村にとっては。でこのですね、2つの J ということによって内村をですね、ある程度特徴づけることができます。それからこのですね、写真に挙げているのは内村鑑三のですね、まあ、これ東京にあるお墓なんですけれども、彼のですね、あの、まあ、この墓碑銘に刻まれている言葉もまさにこのことをあの表現しているんですが、ちょっと小さくてですね、あの見えにくいんですけれども、I for Japan、 私は日本のため、 Japan for the world、 世界、日本は世界のため、The world for Christ、世界はキリストのため、 And all for God ということで、全ては神のためということでですね、ここでも、その日本と、まあ、私、日本とキリストという関係がですね、この母姫の中にも、現れて、きます。
で、もう一つだけですね、これも、今日きちんと掘り下げる時間はないんですが、ちょっとやっぱり注意しておくと面白いなと思うのがですね、内村はですね、独特のユダヤ人論を展開しています。で、一部これは無教会の中にも行き継がれていくんですけれども、ユダヤ人をですね、かなりやっぱりポジティブに評価しています。そしてイスラエルということに対してもですね、並々ならぬ関心を示していて、それは先ほど言ったサイリン運動とも関係してくるんですけれども、ここはですね、内村が生きている間に十分に展開されているわけではないんですけども、内村の弟子たちにですね引き継がれてきて、その一部のですねグループが、第2世代ですけども、後で説明するですね、戦時期において分裂していくんですね。で、そこで、内村その無教会の、群れからですね、分離した群れの中で、内村のここの部分、つまりユダヤ人とかですね、あるいはイスラエルということに対する協調点を引き継いでいったですね、グループというものがこれいくつか存在しています。これは日本生まれのキリスト教、メイドインジャパンのキリスト教というものがですね、実はいくつか特徴的なものがあるんですけども、一つだけ名前を挙げると、マクヤっていうですね運動、これ手島育郎という人がですね作った、彼もともと内村の弟子だったんですが、なんていうかな、無教会のですね、周知主義っていうか、もうなんかすごく、頭でっかちのですね、そういうやり方が気に入らなかったっていうこともあってですね、お互い批判する中で、後に分離していくんですね。しかし内村に対する尊敬の念というのは変わっていきませんし、無教会の伝統はですね引き継いでいきます。しかしそこでですね、彼らがそこでコンデンスしてですね、内村から受け継いだものの一つがこのイスラエルとの関係なんですね。ですから無教会というのもですね、決して単一的なグループではありません。内村というですね、カリスマがいて、そのカリスマのもとにですね、一体的な思想がですね、あったというと全然そうではなくてですね、2世代目で大きくですね、いろんな思想に分化していきます。グループ自体もですね、分裂していきます。で、戦争との関係なんですけれども、細かいこともですね、いろいろあるんですが、ちょっと、まずこのあたりをですね、見るのが、無教会を整理する上でも重要ですので、戦争との関係をここで見ておきたいと思います。内村鑑三あるいは無教会というとですね、やはり非戦論が非常に有名ですよね。皆さんもその言葉は、おそらく最初に聞かれたんじゃないかなというふうに思います。で、内村はですね、最初からこの非戦論者ではありませんでした。むしろ日露戦争の時にはですね、それは犠牲であるということで非常に積極的にそれをサポートし、日本がですね、勝ったということをですね、勝ったという勝利報告を受けた時にですね、本当に喜んだんですよ。ところが、その喜びも、つかの間というかな、多くの人はもちろんその喜びをですね、ずっと引きずっていくんですけども、彼がですね、日清戦争の後にですね、起こったことをの報告をですね、聞く中で、それが彼が考えていたようなですね、実りをもたらしたわけではなかった。つまり単にですアジア同胞の解放ということではなくてですね、結局その、欧米列強がしていたのと同じようなですね、植民地主義、現地の人々からですね、さまざまなものを収奪するような帝国主義のようなものをですね、結局日本もやってしまってるっていうことに彼は愕然とするんですね。そして、ここからですね、大義を持って、日清戦争をですね、賛美していた内村が自分のですね、そういった態度を非常に深く懺悔して、いかなる戦争にもですね、大義はないんだという、非戦論の立場にですね、転向していきます。日露戦争に関してはですね、もうその、始まる前からですね、そういう立場を取っていました。で、こういうですね、非戦論の立場というのは、キリスト教のですね、長い歴史の中で、いくつかやっぱり位置づける必要があると思うんですけども、大きくこのキリスト教の戦争類型というのをですね、この3つに分類することができます。で、これ何かというと、まず一つは絶対平和主義、これ非戦論がここに当たるんですけども、パシフィズムですよね。で、絶対という言葉は、平和主義でもいいんですけども、絶対という言葉をわざわざつけているのは、条件付きではないということです。例えば核兵器は絶対反対、核兵器に対しては絶対反対だけど、通常兵器は別に国防のためだったらいいでしょみたいなね、そういうふうな条件付きの平和ではなくてですね、絶対平和主義はいかなる武力も暴力も否定するという立場です。
でこれが、迫害期の初期のキリスト教ですね。1世紀から3世紀にかけてのキリスト教が、まあ、この立場にあります。それから、聖戦論、これがですね現在のキリスト教の、まあ、最も主流の立場だというふうに考えていいと思うんですけども、戦いはですね基本的に良くない、しかし戦うべき時に戦わなければならないですね、そういうものがあるんだということで、必要悪としての戦いをですね認めるっていう立場が、聖戦論です。これはキリスト教がですねローマ帝国の公認宗教になり、後に国教となるですね4世紀の頃に、徐々に確立していきます。神学者のアグスティヌスっていう人がですねこれを定式化していくんですけれども、まあ、結局ですねローマ市民としてそしてキリスト教徒として、まあ、クリスチャン認められているわけですね。で当時のローマっていうのはですねもう周辺さまざまな蕃族によって攻め込まれてましたから、ローマといえどもですね盤石ではないんです、かつてのようにですね。でその敵がですね攻め込んできた時に、私はクリスチャンだからですねもう何もしませんという形で目の前でですね同胞が殺されている時にですね、何もせずにただ見過ごしていいのかっていうのがですねアグスティヌスの問いかけだったんですね。それはおかしい、戦うべき時にはですね友を守る、同胞をですね守る義務があるんだっていうことで、積極的にですねこの戦いの意義というものを、なんていうかな、まあ、神学的に正当化していくようなことがですね始まり、これが大きく主流になっていきます。まあ、ですから絶対平和主義というものはですねなくなったわけではないんですけども、亡流亜流になっていくんですね、キリスト教の大きな歴史の中では。しかし決してなくなることなく、後のですね少数教派の中で受け継がれていきます。まあ、ワルド派とかカタリ派とかですね、それから、まあ、内村の時代であるとクエーカーとかフレンド派、そういうところにですね受け継がれていって、後にはですね、まあ、皆さん知っているような、マルティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師とかですね、そういうところで、実際にですねはあのそのちあの力を発揮されることによって、待ってください、どうなってるのかな、まあ、それがですね決して、言葉だけのものではないっていうことをですね、まあ、証明するような時代もありました。ですから、まあ、マルティン・ルーサー・キング・ジュニアとかですね、それから、マハトマ・ガンジー、などようなですね、まあ、人物のおかげで、まあ、絶対平和主義もですね、決して無意味なものであるどころかですね、一定のですね、貢献をしてきたということをですね、まあ、20世紀の、まあ、人類を知っているわけです。で、それからですね、まあ、聖戦論というものがあります。もう一つ、これはまさに十字軍をですね一つの雛形として考えることができますけども、クルーセードあるいはホーリーウォーと言われるようなですね、聖戦、先ほどのですねこれちょっと同音異義で分かりにくいんですけども、ジャストウォーの方はですねきちんと条件をつけます。これちょっともう今日説明しませんけど、かなり、ね、厳密な条件があるんですよ。こういうふうな条件を満たさなければ戦いをしてはいけないということでですね、条件付けがされます。ところがこの、ホーリーウォーの方はですねもうそれはしません。相手は敵なんですよ。自分たちが正義です。ですから正義が敵悪をですねやっつけるのは当然だということで、もう戦いをするんですね。これは宗教の中で、まあ、キリスト教もしてきましたし、他の宗教の中にも当然存在しますし、宗教と関係なしにですね、例えば太平洋戦争時の日本がこの言葉を使っていたことは皆さんもご存じの通り、聖戦ということですね。つまりもう大義のある、もう絶対的な大義ですがあるので、相手をですねやっつけることに何のためらいも感じる必要がないという立場ですね。でこのですね3つの類型を頭にある程度入れておいていただけると、内村の弟子の世代、第2世代目でですね、その柳原らのですね、同世代の人たちがどういうふうにですねこう大きく触れたのかっていうことの、なんていうかその位置づけをですねしやすくなります。で、その前にですねまず内村の非戦論を確認しておきたいんですけども、今のですね類型論とちょっと合わせて説明を、します。まずちょっと読んでみますね。もしすみません、この非戦論についてはですね内村たくさん書いています。ですからもうこれだけではなくてですねいろんなもう、なかなかインパクトある表現があるんですけども、これ比較的よく引用される箇所ですので、読んでおきますね。もし戦争はより小さな悪事であって、世には戦争に勝る悪事があると唱える人がありまするならば、その人は自分で何を言うているのかを知らない人であると思います。戦争よりも大なる悪事は何でありますか。悪しき手段をもって良き目的に達することはできません。平和は決して、否決して戦争を通しては来たりません。平和は戦争を排して来たります。
というですね、ことで、これ何を言ってるかというとですね、先ほど言ったジャストを聖戦論に対するですね、明確な、アンチテーゼを唱えているわけです。戦争は必要悪であって、その必要悪を用いることによって、より大きなですね、正義を実現できるんだから、場合によってはですね、 OK でしょっていう考え方があるっていうことは当時も知ってるんですね。ところがそれに対して内村はですね、ノーと言ってます。そういうですね、より大きな目的のためにですね、戦争を小さな悪だから使っていいでしょっていう論理はですね、全くの勘違いをしていると。戦争によってですね、いかなる平和も来ることはないんだというのが、内村のですね、基本的な主張です。ですからこのですね、主張というものを内村の弟子たちは引き継いでいきます。柳原も基本的にはですね、それ引き継いでいきます。ところが彼らにとって大変だったのはですね、内村が行きたい、彼はもちろん太平洋戦争の最後までそれを見ませんでしたけれども、内村が生きていた時代以上にですね、よりその国家のプレッシャーが強い中で、2世代目の人たちを来ざるを得なかったわけですよね。ですからまさに態度を迫られるわけですよ、国家から。で、これをですね、本当に貫いてたとするならば、この内村の弟子たちはですね、ほとんどもう牢屋に送られていく、行かざるを得ないようなですね、それぐらいに強い社会的な締め付けがですね、あったわけです。ですからどう妥協するかっていうことが2世代目の人たちのですね、あるいはこの論に立ちながら、その他のオプションをですね、どうやっぱり取っていくことができるのかっていうことで、やっぱりだいぶこう悩んだんですね。実は内村自身の中にもですね、揺らぎがあります。一つだけエピソードをですね、紹介しておきますと、彼はですね、戦争に対しては絶対悪として、徹底して批判します。ところが彼の弟子たちの中にはですね、徴兵制、当時は徴兵制でしたから、若い人たちはですね、もう皆さんのような世代の人たちはもうみんな戦争に行かないといけないんですよ。で、内村の集会に集まっていた人たちのですね、多くがやはり徴兵されて戦争に戦地に行くんですよね。で、内村はですね、それに対してどう考えたのかということです。戦争そのものは悪なんだから、その戦争に協力する形で兵士としてですね、派遣されるということはですね、内村にとっても悪に違いないと思いきやですね、そうでは必ずしもなかったんです。その尊い、つまり、内村の弟子たちにですね、クリスチャンとしてその尊い命をですね、国のために捧げることは他のですね、戦士、兵士以上にですね、価値があるんだという形で、だから恐れることなくですね、戦地に赴きなさいということで、むしろ、この激励するんですね、その戦地に行くことで、そういう形で、なんていうのかな、その犠牲ということ、戦争における犠牲ということと、キリスト教でいうとですね、十字架における犠牲ということをですね、こうパラレルに考えて、考えるですね、発想というものがあって、これは、私の目から見るならば内村の中にあるですね、ちょっと危うさの一つです。結果的にですね、戦地に送っていくわけなんですね。ですから、犠牲をどう捉えるかということはですね、これすごく大きな問題です。宗教的な意味だけではなくて政治的にもすごく大きい問題で、もうズバリどこにつながってくるかというとですね、靖国問題です。国のために亡くなった人の犠牲をですね、どう理解するのか、どう解釈するのかというですね、これすごく大きい問題ですよ。で、最後になりますけども、内村のですね、弟子たちがアジア太平洋戦争期において、さまざまな形でですね、その時代の中で葛藤し始めます。で、ここで挙げたのはですね、ほんのその一部だけであって、実は、この他にもですね、取り上げるべき人物というのはたくさんいますけど、あんまりたくさん取り上げるとですね、ちょっと混乱してしまいますので、柳原とか、南原茂とかですね、いろいろいるんですけども、ここでは黒崎幸吉、塚本寅次、柳原忠夫というですね、3人を、代表として取り上げました。で、黒崎幸吉という人はですね、ある意味で内村の非戦論を、非常にその純朴に守り抜いた人だというふうに考えていいでしょう。これは非戦論ですね、本当に貫いて、そしてその非戦論と合致する形で、聖書解釈をですね、していきます。で、聖書を解釈するということ、これはですね、内村が、あるいはその、他のですね、無教会の人たちが生涯かけてやった仕事なんですね。聖書を解釈する、聖書を勉強するということと、なんか政治とどない関係があるのかというふうにですね、皆さん思うかもしれませんが、これはその解釈の仕方によって、それがですね、強い政治批判にもなっていくんですよ。
ですから、その特に内村という人はですね、旧約聖書の預言者の書をですね、まあ、すごく集中して、解釈したんですけども、これは間接的にですね、異性者批判、国家批判にもですね、これつながっていくんですね。でこの黒崎幸吉という人はですね、まあ、その内村の解釈などを非常に強く引き継いで、結果的に非戦論を貫いていきます。解釈ですから同じ聖書なんですけど、もう非常に幅のある解釈ができたんですよ。先ほど最初にですね、キリスト教といってもですね、いろんなやっぱり幅があるということを申し上げました。黒崎幸吉はこういう解釈、かなり直解主義的なですね、解釈によって非戦論を貫いたんですけども、まあ、これもズバリ言うとですね、まあ、例えば同志社をはじめとするリベラルな解釈を好む人たちにとったらですね、これはもう解釈というのは自由自在ですから、時代に、まあ、迎合するっていうかな、時流に合うような形で解釈することも可能なわけです。ですから、天皇を、まあ、支えるっていうことですよね、それを肯定的に、まあ、取り込むようなですね、解釈をすることもできました。ですから結果として見るならば、リベラルな解釈というものが、時代の中に飲み込まれて、国家主義的な政策のですね、やはり餌食になっていったということです。そして、まあ、頭が固い、時代遅れだ、顔面だと言われたようなですね、そういった解釈者たちが皮肉にもですね、国家の力に対抗できたということです。ですから知的エリート、あるいはリベラル的な知識人がですね、決して時代の精神とですね、向き合い戦ったわけではないということ、これは日本だけの例ではなくてですね、例えば戦時下のドイツにおいてもほとんど同じことが言えます。リベラル派 の研究者たちというのはですね、大体時代時流に迎合していくんですね。ですから、ここでですね、やっぱり聖書というものが果たした役割がですね、あります。それから、塚本トラジですね、まあ、彼はですね、柳原と比べるならばまだ十分な研究がされていません。で彼はなぜかというとですね、まあ、非戦論から、戦争容認へと転向していくんですね。徐々に徐々に変わっていきます。そして最終的には大東亜戦争をですね、聖戦として積極的に、まあ、肯定していきます。で、まあ、後にはですね、まあ、戦後は絶対平和主義者に戻るんですけども、彼の、まあ、こういう変説を指してですね、だからだらしない、無教会のですね、主流から逸脱した人物だっていうふうに言うことは簡単ですけど、それでは彼の何て言うかな、重要な歴史経験を見逃すことになりますね。実は塚本トラジのですね、こういったあり方っていうのは、戦前戦後をまたいだですね、クリスチャンの本当ひな形です。彼を研究することによって、当時の日本人クリスチャンたちがですね、どのように戦争を受容していったのかということが非常によくこれ分かるんですね。でそこでですね、よく用いられる論理の一つは、平和をですね、彼は決してないがしろにしません。塚本もね、平和は大事だったわけですよ。しかし平和と同時にですね、正義ということを申し出します。これは、まあ、アメリカの大統領がですね、よく用いる、レトリックですけども、正義ということを言うときにですね、平和に対する、それが結果的に留保条件になるんですね。平和は大事なんだけども、この正義をですね、例えば、まあ、大東亜共栄圏において貫徹するためには、この戦争もですね、やむを得ないのだという形で、正義と平和ということを出しながらですね、まあ、戦争を容認していく、そういうですね、まあ、立場があります。それから、柳原の場合ですね、柳原の場合にはですね、まあ、これ皆さんすでに学ばれたとは思うんですけども、植民地政策のですね、研究などをしながら、やはりその国策に対してですね、批判的な姿勢というものを一貫して持ち続けます。しかし柳原にとってですね、まあ、私が非常に関心を持つのはですね、この戦前戦後を通じて変わらないですね、天皇への熱烈な親愛の情です。これはその感情自体はですね、当時のクリスチャンたちの中で決して異質なものではありません。おそらく多くのクリスチャンたちがですね、それに似たものを持っていたんですけども、柳原の場合ですね、それをかなり内面化し、思想化していったんですね。そして彼にとって天皇というのはですね、絶対平和主義者です。この日本のですね、危機神話なんかをですね、実際に紐解きながらですね、平和主義者としての天皇像というものを彼は作り上げていくわけなんですけども、まあ、実際それがですね、歴史的な事実としての、その昭和天皇と合ってるかどうかということは別問題ですが、少なくとも彼にとってはですね、天皇は平和主義者なんですよ。だからその平和主義者である天皇をですね、考えるならば、日本がですね、国として戦争して良いはずがないというですね、こういう論理でもって、天皇への
忠誠ということと戦争批判というものが会の中ではですね、一貫した論理として成立していたということです。ただ、まあ、あのこのですね、戦後の日本のキリスト教の、まあ、事情をちょっと説明しますと、やはりあの戦前に対するですね、まあ、反省というものが強くありまして、まあ、戦争協力への反省というものがあってですね、あの合わせて、天皇制批判というものが非常にやっぱ強くなっているんですね。ですから今の、戦後の世界でクリスチャンたちがですね、天皇に対するなんか特別な情報を使っているよりか、むしろ、まあ、天皇制反対ということでね、もうこの十把一からあげにもそれを批判して、だからあの柳原のこういう部分はですね、もう彼の限界なんだという形で、批判する人も、いるんですけども、そういう捉え方をしてしまうと、やはり歴史の大事な部分をですね、見逃すことになるんじゃないかというのが私の考えですね。ですからあのこの時期にですね、無教会の群れも本当に大きく割れました。しかし、この日本のキリスト教の中でですね、極めてやっぱユニークな立ち位置にあったということです。ほとんどの人たちがですね、戦争に迎合していく中で、葛藤を持ちながら、そして中にはですね、妥協しながら、しかしその戦争とは何か、平和とは何かということをですね、やっぱり探求し続けていった人々がいる。そのやっぱり宗教ということを考えるときにですね、やっぱりその政治との関係ということを、もう話すことができないというですね、まあ、こういったことを、まあ、彼らのですね、まあ、エピソードが語っているのではないかなと思います。それではあのとりあえずここでですね、私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。